All right, guys, welcome to part six of my walkthrough of Ghost of Tsushima, Island of Iki. All right, let's get into it. もう一度嘘ばかり言いやがって決して嘘は言わない息ある話を聞き出せたかもしれんあまりせいて殺すな十分聞いた嘘ばかりとは何を聞いた気にすんなそれより補給船だ船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られるおいそう怖い顔すんな傷一つつけずに乗っ取ってやるよ少し休め船が来るまでなまず小舟を奪いそれから補給船を借りよう霧も味方になる姿を見られることもなくなるだろう出立だそろそろ毒は消えたか触りにはならんぞそれを知りたいのか違う幻を見ると言ったな忘れたい過去のな帰り地で自慢の袴が汚れたとかそれも忘れたいなあお侍様あんたにとって一番悪しきことは何だった共に戦場に立った父上の死すまねえお主が知る由もないことだ いつも通りだ。ちゃんと殺せ。God damn, this armor is strong.正体は知られておる海賊の罠に飛び込むか幻め己が死んだ時海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか何であったかの
知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。黙れ。手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。
思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、坂井陣。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁は昔な、腹のこと死んじまって負荷と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。
だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたらきっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから負荷に会ってくる。後でよれ、きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。All right. As much as I like this armor, I'm just not good at using it. シアイバが待ってるぞ。シアマ、かような時に力試しだ。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ね。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが、さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。戦いの中にこそ安らぎがある。鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と甲斐の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀対するは荒くれの海賊甲斐。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。Nice. だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹をすかせて待ってるんだ。9人だと聞いたが。
気づかれたか。じゃ、あんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀、対するは知能は9度竹。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。分かれ。後ろへ竹に1点。始め。下がれ。一刀に一点。始め。Okay。Almost had me on the ropes there. Tatakai no naka ni koso yasuragi ga aru. Kayou na tokoro ni sou ga iru to. Kore mo shugyou no hitotsu da. Jibou ga kaizoku ni osowareta ori, watashi wa hachi de yatsura o ayamete shimatta. Fuseshou no kai o yabutta ka?ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一刀と王庵の勝負。光栄の極み。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀、対するは赤い層王庵。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。Let's see what his style is. Ooh. Kicks, eh? Ooh.Fuck! Okay. This guy's pretty good.Okay, so he goes for his triple kick.
fuck? How the fuck do I hit this guy? Here, I thought you were good. I just had to change my stance on you. Come on, let's fight then. あいつを見てるようだ。どれかに似ておるか。息子だ。もし生きていれば、あんたほどの年だ。身内を失う辛さはよくわかる。息では普通さ。息子と釣りをしてたら、賊に襲われてな。なんとか釣り竿で懲らしめたが、海は血の赤で染まってた。その色がとても綺麗だな。怒りと悔いをここで晴らしたいようだな。あんたも同じだろう。だが勝つのはどちらかだ。一刀とミサオの勝負。血の色を見せろ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは赤き漁師ミサオ。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。はじめ。おお、ファク。オッケーオッケー。はじめ。おお、This guy plays dirty.What the fuck is this? Okay. I got fucking beat.Fuck this guy, I'm trying again. もう一度戦ってくれ。はじめ。わかれ。後ろへ、ミサオに行って。はじめ。待て。Okay.Okay. Yes. Yeah.
息子と戦ったかのようだ。これが終わったら東の岩場に来てくれ。そこで赤い染め物を売ってるんだ。剣の達人にふさわしい色さ。ミット、あっぱれだ。腕があるとは思ってたが、ミサオを倒すと。フカが認めたのもうなずける。褒美を忘れるな。忘れちゃないさ。一等、よくやったな。We got a lot of action this time. All right, I'm going to end it right here. I hope to see you on part 7 on my walkthrough. Make sure to like, comment, and subscribe, and I'll see you there.